はい、どうもアザラシです。期待実況を続けております。8月5日第5回6回目になるのかな。いやー、風呂に入って寝るつもりだったんだけどね、風呂に入らずに寝ちゃった。とりあえず応接間どうしよっかな。ルートがさ、よくわかんないんだよね。もうなんか糸が切れたタコみたいなアザラシになってる。糸が切れたアザラシになってる。放し飼いのアザラシになってる。とりあえずターニャの方に行ってみたいなと思うけど、ターニャの話も知らないわけではないので、なんだろうな、あんまりこう、ターニャなみたいな、知らないシナリオを読んでみたいなって思う気持ちが強いけど、そのターニャだったら小樽に通い詰めればいいんですわ。それ以外の人だったら、ロイズに行けるなってじゃん。またロイズでチョコレート買おう。トリマチョコレート買っていこう。チョコくれ。チョコレートでも買おうかな。買おう。お金はどっかで出てるんだろうな。ご注文はいかがいたしましょう。チョコくれ。ありがとうございました。構わんよ。チョコの一つぐらい買わせていただかんや。チョコ持って、チョコ持って、ターニャ訪れよう。里中小杖に出会いたい欲もあるけど、多分会えない。多分、喫茶エンゼルに行ける。行けるところ増えていくんだね。すげえ。すごいや。すごいや。期待。すごいや。ちゃんと会えるかな。会えてしまう。違うか？あ、合ってる。おはようございます。足しげっかよ。今日も来てくださったんですね。ガラスが好きなんですか？いや、嘘だよな。ガラスもまあまあ好きだけど、もちろんそうだよというほどガラスが好きではない。やっぱ目的はターニャなところにあるから、難しい。気持ちに正直にいくと下なんだけど、嫌われそうだから上って言いたくなるね。どっちかな。まあでもガラスが嫌いってわけじゃないんだ。今日一日だけお手伝いしていただけませんか？お、あ、これで正解だった。一緒に働いている女の子が急に来られなくなって、それで困ってたんです。よし。あの、お手伝いといってもお金は出せませんし、こんなことお願いするのもちょっとずうずうしい話なんですが。よし、お手伝いさせてください。本当ですか？ありがとうございます。それじゃあこちらに来てください。いい声してるよな。なんかいい声っていう、その特徴的な声優さんらしい声じゃないんだけど、なんかしみじみといい声してるよね。鈴村健一が羨ましいぜ。なんか声ってのはやっぱり、声ってのは大事ですな。 声がやっぱり一番だと思う。一番の性感帯だと思う。大きなるつぼが赤く燃えたぎ、工房内はうわっと蒸し暑い。あの沢涼しげなガラスでこんな場所で作られるのはにやか、何か意外な感じだ。全然読めてない。すいません、頭が回ってない。そこの台をずらしていただけませんか？台ずらす。助かります。やっぱり男の人は力がありますね。でもパートナー女だったんじゃないのか？ユニコーンのためのあれか、配慮か。ガラスの製品、ガラスの原料はケイ砂という白い砂とソーダ灰、それに石灰です。おお、いろいろだね。これをるつぼで加熱すると溶けて液体になるのです、今やっているのは鋳拭きという手法です。俺は天然石には興味があるんだけど、興味があっていろいろ調べてるけど、やっぱガラスもガラスよく深いよな、きっとな。鋳拭きについて説明しましょうか？お願いしよう。ぜひお願いする。それでは真剣に聞かせていただこう。鋳拭き、これはクローズドポットというるつぼです。クローズドポット、この中にドロドロに煮えたガラスの種が入っています。ほうほう。温度は約1400度です。
このるつぼのことを私たちは猫つぼって呼んでいるんですよ。クローズドポットだけど猫つぼなんだ。猫つぼの中で煮えたガラスはこの吹き竿で巻き取ります。どこら辺が猫なの。巻き取られたガラスを下玉と呼びます。下玉、下玉が均等に巻き取れるようになるまでだいたい3年くらいはかかるんですよ。下玉が均等、玉金、あ、え、あ、ごめん、ごめんなさい、ちょっとふざけてました。下玉を成形します。はい、なじませるとか、撫でると呼ぶこともあります。へえ。この段階で色粒、つまりガラスに色をつけるための着色料をまぶしつけることもあります。ほうほう。で、吹くと、吹き竿に息を吹き込み、下玉を膨らませます。めっちゃ肺活量必要なんじゃない。この工程が一番難しくて、よく5年続けて半人前、10年続けてようやく一人前と言われています。ターニャは何歳なんでしたっけ。形を整えたら釜入れです。そんなすぐできる。出来上がったガラス製品を釜に入れてゆっくりと冷やします。ああ、そうか、ゆっくり冷やすと割れちゃうんだよね。冷えたガラスを磨けばようやく完成です。え、磨いたりもするんだ。へー。他に何か聞きたいことはありませんか。まあ、ガラス職人なのにどうやったらなれるの。子供の頃から父の仕事を手伝ってきたので、まあそうだよね、参考にはならないと思いますが、俺もどうやったらガラス職人になれるんだろうなって一瞬思ったことあるもん。東京ガラス工芸研究所の卒業生が多いですね。東京ガラス工芸研究所、2週間ぐらいで辞めてしまう方が多いです。1週間で辞める。憧れだけでは続けられない仕事なのかもしれませんね。あ、2週間は早いね。ガラス職人になってみたいかな。どうなんだろう。地元では有名なガラス職人でした。なりたいかって言われたらちょっとは悩むね。今の工芸館のオーナーと知り合ったんです。そんなに手先器用っていう自信もないしな。父が亡くなった後もオーナーにはすごくよくしてもらっているんですよ。結構大変そうだよね、ガラス職人もね。また失敗です。夕焼けの赤、難しいですね。自分で工房持たんといかんよね。なんかそこまでこう突き詰めたくなったらね。でも難しいかな、それは。今日の作業はおしまいです。ガラス工芸を自分の、本当に助かりました。自分だけでやるっての難しいよね。多分自分の工房とかそんなレベルじゃないよね、きっとね。いいっす。もう夕方になっちゃった。その後特に手伝っただけか。飯食って帰ろうぜ。手伝わし、あ、今日も夕焼けが綺麗ですね。あ、一応そういう言い方。初めて父が夕焼けの赤を完成させた日のこと、私今でも覚えてるんです。ターニャ、ついに出せたぞ。これが夕焼けの赤だ。父はそう言って大喜びしながら私に小さなベネチアングラスを見せてくれました。当時の私にはそれがどれだけすごいことなのか分かりませんでしたが、出来上がったグラスの見事さと父の笑顔が嬉しくて一緒に大喜びしました。私にとってこの色は父の笑顔の色なんです。父が病気で他界して、それからしばらくして家にやってきた母の再婚相手は、写真や手紙や父の思い出が残るすべてを母に捨てさせました。ベネチアングラスもあの男が床に叩きつけて割りました。ひど。その日私は家を出ました。そして父の思い出が詰まったこの国に来たんです。何別にただのキャラクターだからさ、別になんかああじゃねえで。男性と女性で語尾が変化するんです。ああ、そう、リピンスキーおかしいんだよな。私の名字は本当はリピンスカヤでした。リピンスカヤなんだよね。でも大好きだったお父さんと同じ名字にしたくて、日本に来た時リピンスキーに変えました。今となってはこのペンダントとリピンスキーという名字だけが父がこの世に生きていた証なんです。めっちゃ辛い話やんけ。こんなお話してしまって、お
腹空いてません？エンゼルにでも行きませんか？行きましょう。別の店に行きませんかっておかしいだろ。行けるんかな。それもまたよしだけど、はい、つら。そんな感じでしたっけ。当時はあまりよく覚えてなかった。なんとなく坂本真綾さんの声をずっと聞いてた。なんか、よーお姉ちゃん、かわいいね。かわいいよ。お友達になりたいな。かわいいよ。ターニアは、やめてください。ちょっと何やってんの、あなた日本語わかるのか。なら話し合え。いいだろ、国際問題だぞ。様子を見るわ、頭おかしい。様子を見るわな。やめろ。なんだよお前、邪魔すんなよ。なあお姉ちゃん、いいだろ。いいわけねえだろ。なんだよそんな安物。俺と付き合えばいくらでも買ってやるよ。ちょっと、何マジになってんだよバカ。行こうぜ。訴訟ですわ、これは訴訟だわ。ああ、壊れちゃいましたね、父の証が。あまりにかわいそうすぎる。いた。いや一回見てるはずだから、見てんのかな、一回。どうなんでしょうね。私、はあ、こっちに来て一生懸命日本語を勉強しました。この国に早く溶け込みたかったからです。でもいくら言葉が上手になっても髪の色や肌の色を変えることはできません。他の人から見たら私は永遠に異邦人なんです。まあ、髪はね黒くできるけど、目の色はちょっとカラコンかなってなるよね。そうしてもね、それとまあ肌もね、やっぱ透き通るような白さとかやっぱり重ね合わせてあるぞ。ほう、ロシア語のような文字が。タニア、これ、これは父の字です。きっと夕焼けの赤の成分表。手が込んでるね。そうですか。ハートを開いたら一回笑にゃん。小さい頃から体が弱くて引っ込み思案だった私に父はいつも言ってくれました。アクトロイスワヨスユチ、オープンヨーハート、心を開いてごらん。父の作品が全てなくなってしまったので。めっちゃシナリオがサクサク進んでいく。シナリオがセリフが進んでいく。生きているんですね、この表をもとに。坂本真綾さんって声優としてはなんか長らくこう目が出ないっていう時期はなくて、父の笑顔の色を、声優活動自体にもそんなにこう表向きじゃなかったみたいな時期がなかったらしくて、どこかな、藤岡春日、オーラン高校の藤岡春日とか、ルナマリアホーク、シードのね、ガンダムシードのデスティニーのね、あたりまではなかなか声優としても、声優業に対してもそこまで積極的ではなかったとよく言われているんだけど、なんかで見たよな。でもこのターニアは結構頑張ってるよね。俺は好きだよ、ターニア。俺は好きだよ、ターニア。もう春の木に戻るしかない。ちょっと待って。里中小杖さんとの出会いとかなくなってるんだけども、これでもうここまで来たらさ、ほぼほぼ多分ターニャルートしかないぞ。いいんか、それでいいんですかね。いいですかターニャルートで。ちょっとここまで来たらもうターニャに行くしかないんだが、ここまで話聞いといてさ、肩入れしないわけにはいかないんだがさ、いいんですかこれ。 PHS の番号も知らないしさ、誰も。とりあえず、一泊、いや、一袋浴びましょう。なんだかな、ちょっと思うよね、まだ他の可能性があったんじゃないかって。
だからその里中小杖のルートも残しつつ行くのかなと思ったんだけど、確かこの日8月5日、あっと難しい、石灰ですね、石綿、アスベスト、石炭、石英、石英じゃダメな、石灰ですね。ねえ、ちょっと、考えちゃいますね。これでよかったのかなって。これでよかったんだろうか。夕焼けの赤の声明表が書かれていた。金のハートを開いたら見つかった声明表。タニアのお父さんの言葉通りだな。確かロシア、あっと。アクトレイ、スワルバ、アクトロイ、エレメンタル、キミック、ギア。アクトロイ、スワヨー、セルツェ。はぁ、あ。まあ。ターニャス、リピンスカヤ。この、なんだ、このクイズパート、ほんと何なんだろうな。何なんでしょうね。明日も完成してるの早いね。ダメだ、ターニャルート行っちゃうよ、これじゃあ。行けないよ、他のところに。ずっと北へやっては、三重に行くか、小樽に行くかしかしてないんだよ。ダメなんだよ、それじゃあ、来たよ。いつまでたっても来たよ。とりあえずターニャルートやってみるか。とりあえず今回は。そういうこと、そういうことにしましょう。いや、わからん。まだ、なんかこう、ターニャの一応、夕焼けなんか完成を見届けつつ、別の、それでは、そこはもう片付けて別の人に行くってこともあり得るのかもしれないから、いろいろ可能性を考えながらやっていきたいと思います。じゃあとりあえず今日はここまでということでね、ほなまた。